ハロー78チャンネル。どうも、アロー78です。ブラックアロアのベビーを迎え入れて約2週間経ちました。その2週間の成長記録をできればアップしたいと思い動画にしましたので、よかったらご覧ください。よろしくお願いします。はい、まず4月28日振り返りですね。袋に入って到着しました。そうです、袋以外に入って届いたことないんですけど、袋に入って到着しました。この時本当にヒョロヒョロしてましたね。で、ビッグハウスフィッシュという隔離ケースに入れて、これも本当導入まだ1時間ぐらいのでしょうか。で、これが夜ですね。で、夜、初めて与えてみた餌がカーニバルなんですけど、人工飼料の、左の方のシルバーアロワは本当無頓着なんで何でも食べるんですけど、でブラックアロワは神経質だとか飼育が難しいと言われていて、とてもね心配だったんですけれども、初日からお腹が減っていたと思うんですけども、無事にカーニバルを食べました。正直初日から人工飼料を食べてくれて嬉しかったですね。基本的に結構赤虫を与えているって方が多いみたいですね。この子は本当カーニバル食べてくれたんで、正直自分の中では赤虫よりはやっぱカーニバルの方が栄養あるなとは思っているんで、もう本当カーニバル食べてくれてよかったなって10回ぐらい思いました。はい、でこれが4月30日で2日後なんですけど、いや生きててよかったなって思ってましたね。本当に、本当導入初日っていうのは本当すごい自分心配しちゃうんで、魚を何度も水槽見ちゃうんですけど、朝起きた時とかも。でやっぱそのブラックアロワナって言われるだけはしっかり黒くて、もうこれがもうブラックアロワナだなっていう感じの黒さ、いい黒さ出てますね。本当黒光ってそうと言っても過言じゃない、もう黒光ってますね。でこっちはシルバーアロワナで白光ってますね。はい、白と黒いいですね。本当に結構狙ってますね、正直。白と黒、シルバーアロワナとブラックアロワナを2つ飼ってるっていうのは。はい、というわけで月日は流れ、いや日しか流れてなかったんですけど、すいません、13日ですね、約経ったところです。でカーニバルをね引き続きずっとあげていました。カーニバルしか与えてないですね、この子には。で今食べましたね、食べたんですけど、多分今ねお腹空いてたと思います。この前日カーニバルの食べ悪かったんですよね。でシルバーアロワナは本当に餌入れればすぐ食べてくれるんですけど、ブラックアロワナは日によっては食べないですね。前その以前コメント欄でブラックアロワナは結構その餌エリ好みするとか同じ餌与えると飽きちゃうとかいうコメントをいただいたんですけど、やっぱそうですね、シルバーアロワに比べて非常に、なんだろう、グルメっていう言い方はちょっと合ってないのかもしれないですけど、その自分の気分とか、体調っていうのかな、その周りの環境とかに影響されて食べる量が減ったりとかはしやすいかなっていうふうには感じてます。でも本当隣のねシルバーアロワナが本当によく食べる、本当に。でカーニバル入れたり、ちっちゃいキャットもそのセネガルス用に、下のセネガルス用に与えてるんですけど、シルバーアロワナはキャットも潜ってって食べますね。でご覧のようにその今カーニバルちょっと画面の真ん中くらいに映ってるんですけど、今食べましたね。なかなかそのやっぱ食いつきに行かない、多分ねこの動画の時には1日餌を開けちゃったんで、お腹空いてるから食べてくれたと思うんですけど、毎日ちょっとねカーニバル与えても食べない時がありましたね。でシルバーアロワナなんですけど、今この動画見て気づいたんですけど、先日痛めたヒレ治ってますね。やっぱ若いだけあってね、治りが早いですね。制御だと結構治るのに何週間かかかったりすることも多分あるかと思うんですけど、いや本当ベビーサイズのそのヒレのねちょっとしたダメージ治りますね、すぐね。でやっぱ今後この調子でいくとシルバーアロワナの方がすごく大きくなりやすいし、ブラックアロワナの方が多分一回り、さらにも二回りどんどん差ついていっちゃうかもしれないんですけど、今までその自分が飼ってきた感じでいくとシルバーアロワナの方が性格優しいんですよね。結構個体差もあると思うんですけど、結構その他の魚に手を出さない、
まあ口ですよね、口を出さない、ガブリといかないイメージで、ブラックアラナは結構他の魚と喧嘩する、気が荒い、まあ気が荒いはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ちょっとねいざこざは起こしやすいので、まあそういった面で考えると、シルバーアロワナとじゃあブラックアロナもし2匹で混迎させるときは、まあブラアロがちょっとまあ一回り小さい方がいいんじゃないのかなっていう気もしました。まあちょっとね今後ね成長どういう風にしていくか分かんないんですけど、まあ早くねメインシーズンに入れるのは非常に楽しみで、まあ一応そういういろんなビジョンを思い浮かべながら飼育しているつもりではあります。あとそれからやっぱりこの今2週間経ってこのセパレート真ん中にあってこの飼育ケースで飼ってるんですけど、やっぱねどうしても小さく感じるので、次また20日経過したよっていう動画を上げたいと思うんですけど、その時にはもうね、ブラックアラナがこの飼育ケース一人で泳いでるような形で、飼育できてればいいなと思っています。あとそれからちょっと大事なことかもし大事なことなんですけど、pHは、この水槽、実はですね、7.2 くらいですね、弱酸性が望ましいって言われて、だから 6.5 とか 6.8 とかの数字が望ましいと思うんですけど、自分はちょっとこの最近家の水槽がだいたい 7.7 ちょいぐらいで管理してます、どこの水槽も。でまあいろんな人ともお話ししたし、アクアリウムやってるお友達とも話したんですけど、まあ、多分ブラックアロナは正直そこまで難しい魚じゃないよっていう結論になってたんで、そこに至ったので、まあ、本当ちゃんとろ過の効く水で飼育できれば、まあ、ほぼほぼ死ぬことはないんじゃないかと。で pH も多分 6.5 から 7.5 の間でいけんじゃねえかなって自分は、まあ、思ってるんですけど、まあ、なるべくね綺麗な水を心がけてしっかりと飼育していきたいなと思っています。というわけで、シルバーアロワナとブラックアロワナの成長記録でした。はい、で終わろうと思ったんですけど、ちょっと画像を見て気づいたんですけど、やっぱ大きくなりましたね。っていうか体の色が変わった、白くなりましたよね、白くなりましたよね、だいぶね、かなり白くないですか、これ。多分背景が白いから白くなったっていうのもあると思うんですけど、あと成長もしたからかな。でも多分自分としてはそんなにでかくなってないかなと思うんで、多分背景の色にちょっと一緒になっちゃったかなって思います。でシルバーアロワナは相変わらず白いっすね。でアルビノセネガルスはまあ可愛いですね。というわけで今回の動画も見ていただきありがとうございました。ちょっと今回動画の上の方になんか愛みたいないうマークのところにちょっとアンケートをちょっとね作ってみたので、よければちょっと投票というかしていただければと思いますので、よろしくお願いします。今後もねまたブラックアロワナ成長記録はまあなるべく頻繁に出せればいいなと思ってます。それではご視聴いただきありがとうございました。もしよければグッドボタンとね、まだチャンネル登録していただいてない方はねしていただけるととてもありがたいし、やる気になりますので、よろしくお願いします。それでは大型魚専門チャンネルを目指しているアロ78でした。それではいい夜を。グッナイ。すいません、ここで終わると見せかけて追伸です。ツイッターをやってるんですが、そのツイッターの総合フォロワーさんでね、カズさんという方が、突然リプをくれました。こんばんは。完全にバクりましたということで、ブラックアロワナをね飼育し始めたそうです。それもこの隔離ケースっていうんですか、ビッグフィッシュハウスをねちょっと真似してくれたっていうことで、多分きっとアロ78に影響されたってわけではないと思うんですけど、わざわざねリップくれてありがとうございました。カズさんはヤフーブラグをやっていまして、いろんな記事を書いています。でブラックアロワナなんか前からねちょっと買いたかったみたいで、すごい楽しそうに、記事を書いていますね。 でもやっぱりこのベビーっていうのはもう本当に楽しい瞬間だなと思います。まあ大型になったらなったりそれもかっこいいんですけど、なんか大型になる前にこんなちっちゃい個体をこうやって育ってるっていうのは自分はすごい楽しいなと思うんですけど、でカズさんは他にもねアロワナの大根営とかもやってるんで、よかったら見てみてください。でこちらがちなみにアロ78昔飼育していたブラックアロワナですね。早くこうやってね大きくならないかなと思って今ちっちゃいベビーを頑張って育ててます。それではこれで最後です。よろしければまたね登録とグッドボタンよろしくお願いします。アロ78でした。
見ていただきありがとうございました。